ペペです。ファイドです。バイドチャンネルです。ラジャーベースということで、はい、というわけで今回は、うん、はい、バイダンが挑戦するディズニーオタク用語クイズ後編でーす。イエーイ。というわけで前回は、うん、まあどちらかというとキャストさんが使っている用語の方を活用しているディズニーオタク用語を紹介してきましたけども、うんうん、今回はもうオタクしか使ってないような言葉たち。いやー難しいんだよオタク用語な。はい、でまあさっきのこのさっきというか前回のそのキャスト用語の方はまあこういうのが、うん、例えば LINE カットだったら LINE が街でカットしてみたいな、うん、それなんとなくこうつながりがあって、うんうん、もうもうニュアンスでつけていきますからオタクたちは。まあそうだよね、ちょっと何が分かってくるんだろうなというか、音でというかね、はい、そうでございます、うん、はい、さあというわけでまず1問目でございます。はい、はい、おじさんち、おばさんち。いやもうそれあおおけどあれじゃない、ミッキーとミニーの家じゃない、はい、違います。え、もちろんオタクたちはミッキー、ミニーはそんな言い方しませんから。でこれがねちょっとね正式元々の知識がないとちょっと難しかったりする問題にはなるんですけども、使い方としては、うん、おじさんち30分待ち、おばさんち20分待ちで変えたらしいよ。変えた？おばさんちある、そんなもん。あ、ダッフィーとか。おう、おう、急なアプローチダッフィーとかかな。じゃあもうちょっとヒント言いますね、うん、そのダッフィーシリーズのさ新商品さ発売じゃん、絶対明日おじさんちとおばさんちやばいよねそれ本当にオタク用語、その本当にその例えばツイッターとかで見て、うん、お前がバーってなんか見て、うん、本当その人のおじさんちとおばさんちはやばいみたいな。違う買いだめしてるからあの人んちやばくなるようじゃないよとか、その工場やってるからそのおばさんちとおばさんちが発注間に合わないよとかじゃなくて違う用語としてちゃんとあるんですよ。まあけど店の名前かじゃあ。はい、というわけで正解です。お店の名前なんですよ。いやけどわからんな、どこなんだろう。これはダッフィーがまさしく正解だったんですよ。ダッフィーのグッズを取り扱ってるケイポットのアントペグスっていう、そのペグおばさんち。あ、そういうことか。とアメリカンウォーターフロントにあるマクダックスデパートメントストアっていうマクダックスクルージおじさんのそこのお店っていうことで、そのおじさんちとおばさんち。知らんかったわ。え、おばさんちはあっち、ケイポットの方ね。水色のとこ、水色のとこはい、続いてが、はい、まあセカンド。セカンドだから二塁手でしょ違うショートとタックルじゃなくてえ、セカンド、まあセカンド、まあファーストももちろんあるしセカンドもあるしサードまではあるんですよ。ほら内野人だ。内野人じゃない内野人、内野人の話しないからディズニー。セカンド、サードまであるんだ。サードまであるんですよ。3つセカンドってなんかこの時間の時だよね、使うのね。セカンドって言い方ね。これがねランド限定です。ちなみに関係でしょ、わからんわ、まあ、そんなランド限定。例文いきます。うん、まあ電話してたとして、そのディズニーのその友達と、うんうん、私今合流しようと思ってるんだけどさ、どこいる？私今ね、セカンドのイン側にいるかな。セカンドのイン、いや二塁手だけどな。違う、ファースト寄りにいるんじゃなくて違う、セカンドのファースト寄りに。内野で電話しないから、でけえ声出せよ野球やってる。あれか、ベース寄りか、ベース寄りに。違う次右バッターだから、ちょっと引っ張らせてとか。でけえ声出しゃいいじゃん内野人同士電話しないで。イン側って内側ってことか。でまあこの2個目のその用語がね出てきてるんですけど、うん、イン側アウト側はシンプルに内側ってことだよ多分ね。内側と外側区分があんのかな。おう、その1区2区、おう、なんか山の3区みたいな、そのおうおうおう駅伝みたいなノリなんかな。おう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 、あのパレードが、おう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 の、おう2区、おうおセカンドって言う、おう正解、当たるパターンこれは
ランドのパレードって、うん、そのショーモードと呼ばれる途中で停止してこうショーみたいなのやる。そういうことか。それがあのウェスタンランドの方面がファースト、うん、でシンデレラ城のあのエリアが2回目の停止位置なんでセカンド、うんうん、でティモローランドからトゥーンタイムにかけてまでの3回目の停止位置がサードっていうふうに言われます。のイン側ってどういうこと？それがシンデレラ城側に向かってパレードルートを境にした内側か外側かっていう。でシンデレラ城側か、あーあーそういうことか、外側かっていう。ああそっちか。はい。ああなるほどね。そして続いてが、うん、これちょっと簡単ですけどね、うん、アーリーアーリー早い中1のテストじゃないか中1の英語テストじゃ、この間やったの授業でアーリー英検4級じゃないんだよ今やってんの早い、はい、あ、 あれじゃない、だからホテルの、はい、正解でございますね。そうです、ホテル15分前入場、うん、で入れることもアーリー、アーリーね、はい、アーリー組でアーリーでインしてみたいな言ったりはします、うん、よしよしよし。さあそして続いてが最後の問題でございます、ね、お来た来た、ちょっと難易度、はい、一番難しいかもしれません。マジ、はい、結構難しかったよ。もうトゥルッタ、えトゥルッタ、例文がですね、うん、私もう5回連続でトゥルってるんだけどめちゃくちゃおもろいじゃん多分むちゃくちゃおもろいだろこれ答え。5回連続でトゥルることなんてあるの？トゥルったことなんてあるの？全然トゥルります。だからトゥルなのか問題は。多分トゥルったのたは多分そうその動詞にしてんだよね。そうそう、何々したのトゥル。あ、電話、うーん、トゥルルルル。まあでも考え方としてはそういうことですよ。音からね考えていくっていう。トゥル感情もうちょっと込みで言おうか、うん、うーわもう10回トゥルってんだけど。あ、わかった、あれじゃん、抽選じゃん。おお、抽選外れたんだ。正解、よっしゃいやだっていっぱい見てきたからお前の今のこれもうダメだ、全然ベリベリベリ全然ダメだとやっぱ見てきましたから。そうです、同じテンションでしたね。はい、あの抽選機で外れた時に、うん、トゥルルンっていうのがあの音あの音からトゥルッタっていう表現っていうことで、ね、抽選に外れることをトゥルッタっていう。あ、そうなんだ、はい、これ意味知らないとむっちゃおもろいよね、聞いてこないで。私さ5回連続トゥルッタトゥルッタそうトゥルッタってなんだ、なるほどね、とかいう言葉があると思う、ね、勉強になるわ、はい、いろいろね、やっぱりそのディズニー界隈のその用語がありますんで、うん、でも覚えてね、活用して行ってみたらちょっとそうな、はい、一歩近づけるというかね、オタクに。だからディズニー好きの女の子とかと飲み行って、うん、言いまくるわ、トゥルッタとか、トゥルッタとか、はい、だってそのトゥルッタとかをさ日常生活で言ってもよるでしょ、うん、そのいや俺本当は連れて行きたいお店あったんだけどさ3件連続でトゥルってさ言ってもらえるでしょみたいな、ね、ってことでしょ、相手が通じれば、うん、はい、今セカンドのイン側いるよとか言ってもらえるでしょ。だからその、うん、どこにいるかに待ち合わせでね、ディズニーだよ、うん、外でどこだよそれ球場だよ、球場のファースト側いるよ、サード側いるよっていうプロポーズじゃん、その後多分なってないよ、その球場のセカンドのイン側に立って手を回ってるなんてマウンドだもんね、多分ね絶対マウンドでこうしてるもんね、してるからっていうの用語をぜひとも覚えて活用してみてください、はい、というわけで今回は前編後編でお送りしました、はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう。また明日、おいしいちお前トゥルってるで、コーヒー買ってこいよトゥルってねえでってお前そのとこでトゥルってねえでさ、お前いつまでトゥルってんだよお前ら。いや一服みたいに言うなよ5分だよ一服が5分、10分はやってるお前らOK、はい、よいしょ。